プレイボーイになりたいって？プレイボーイはなるものでも目指すものでもないんだな。例えばおしゃれなジャケットを引っ掛けるように、そう身にまとうものなんだ。君にもとっておきのジャケットを貸してあげるから、僕と一緒にあの頃の東京についておいで。9月、羽田の京子。彼女は国際線のスチュワーです。ちょっと日本人離れしたエキゾチックな顔の彼女はよくハーフだと間違えられたけど、生粋の羽田っ子。ちょっと前まで実家は海苔漁師だったって。当時の僕は空を飛べない青い鳥、ダットさんブルーバードのタクシードライバー。色はオレンジ色だったけどね。スチュワーデスといえば世間じゃ高嶺の花なんて言うけれど、手の届かないところにある花だからこそ摘んでくれる手を待ってるんだよ。信じられないってそうかな。飛行機なんて鉄の塊が空を飛ぶなんてことの方が僕は信じられないけどね。出会いのきっかけは至って簡単。羽田空港でフライト帰りの彼女が乗ってきたんだ。ロンドンから南回りの DC8 ではるばる帰国。晴海の高層アパートメントまで帰る彼女とジェット機並みのスピードで意気投合さ。でも車の運転は至って平和な安全運転だよ。あの頃は神風タクシーなんてのが流行ってたけど、僕は仲間内やそよ風タクシーって呼ばれてたからね。できたばかりの高速道路、浜崎橋を右に曲がらずに夜の環状線をぐるっと一周。夜空にそびえる東京タワーをもう一度右に見て、イークラランプで降りると当時は珍しかったイタリアンレストランへ連れて行ったんだ。たまたま前に乗せたお客さんがおすすめだって言ってたからね。イタリア料理なんて僕はスパゲティぐらいしか知らなかったけど、初めて緑色のスパゲティを食べた。店の中にはなんだか随分おしゃれなお客が集まってたけど、彼女はすぐに人気者になっていたっけ。僕だって気遅れはしなかったよ。毎日いろんなお客を乗せていたからね。大概の話には合わせられたもんさ。